ご視聴ありがとうございます。ヒルドアのヒロです。今は19時になりました。これから仕事へ行くところです。今日話す内容は、車検のステッカー、正しくは検査表彰というものの貼り位置を変えようという動きがあることについて話していこうかと思います。ただその前に、夕日がめっちゃ綺麗なのでお見せしたいなという気持ちが出て、実は突発的に撮影しています。手前に見えているのが弥彦山と角田山で、その向こうには日本海が広がっていて、ちょうど夕日と重なって見えるのは佐渡ですね。この時期にオープンにするんだったら、この夕方の時間帯か朝が気持ちいいですね。さて本題ですけれど、検査表彰の貼り付け位置の見直しの動きが出ています。この検査表彰、むっちゃ言いにくいので検査ステッカーって言いますね。この検査ステッカーは次の車検時期、年と月が記載されていて、これを見ると次はこの時期に車検しなきゃっていうのがわかります。で、本題の内容を要約すると、今この検査ステッカーは見やすく、かつ運転の妨げにならないように、フロントガラスの中央上部や運転席から遠いフロントガラス上部に貼り付けするように決めているんですけれど、実は以前から車検が切れた車が走っていたり、事故を起こすようなことがあって問題になっているので、フロントガラスの運転者席側上部で車両中心から可能な限り遠い位置に貼り付けて確認しやすいように、車検切れ車両の予防、撲滅を推進しようと思うんですけれど、どう思いますか？みんなのコメントを募集します。コメントの募集期間は7月22日まで。募集した意見を取りまとめて、8月には実施要項を書いて、来年2023年1月には施行するね、ということでした。詳細は説明欄やコメント欄にリンクを貼っておくので、気になる方はご覧になってみてください。コペンの場合は右ハンドルなので、おそらくこの辺になるんじゃないかなと思います。左ハンドルなら逆位置ですね。まあ僕の個人的な意見ではありますが、検査ステッカーは小さいから位置を移動しても走行の妨げや視界の邪魔にはならないとは思います。ただ、本当にここに貼り付けることによって無車検車両への対策になればいいんですけれど、この日本の全ての車両を巻き込む方法が本当に必要なのか疑問に思っちゃいますね。一部の方の影響で今までここになかったものが貼り付けられると思うと、ちょっとモヤモヤしちゃいますね。まあ今はコメントを募集している段階なので、もしかしたらこの検査シールの貼り付け位置変更がなくなるかもしれません。皆さんはどう思いましたか？よければコメントで教えてください。もやもやしても仕方がないので、今は運転を楽しもうと思います。オープン気持ちいい。それじゃあまた。